さあ。というわけで、ついに我々が直面する問題の答えを突き止めた。それは何だ？まあ、まずは紹介したい。俺が今できること、それは皆を救うため沖野と共に行動することだ。少し早かったな。司令船はまだ地平線の向こうだ。交信圏内に入るまであと30分かかる。待つしかないな。教えてくれ。そうだな。 D コードの話を覚えているか？インナーロシタの中にあるダイモスを呼ぶものだろう。そう。そして3カ所にアクセスしてると話した。その一つがここで見せる軌道上の司令船だ。ダイモスのデータをそこから引き出し、セクター1の自動工場に量産させ、ユニバーサルコントロールを攻撃させる。それが D コードの正体さ。そこが攻撃されるとなぜ人が消える？その謎も解けた。だがそれは司令船にいる彼女から説明してもらう方がいい。おい、人形が動いてるぞ。止まれ。止まった。人形、敵なのか？地上にいた奴がここへ来たようだ。僕の声を認識してるけど、操作の権限を外されてるな。僕の命令では停止できない。またすぐに動き出すだろう。おい、こっちにも。止まれ。嫌な予感がするぞ。そうだな。戻ろう。様子がおかしい。どうした？あのコンソール。あっちに制御が映ってる。ここにいてくれ。タイマーをセットしてくる。おい。止まれ。起きろ。畜生、俺だけこっちに。すぐに戻らなければ起きのが。誰でもいい。時間旅行の操作ができるやつを。関ヶ原なら、時間旅行なら慶太郎の騎兵でも、いや、もうあの先生でもいい。尺だが、背に腹は変えられん。慶太郎の話が本当であれば、騎兵には時間旅行の機能が備わっている。なんとかして政府と敷島から取り戻し、沖野を助けに行けないものか。沖野が調べていたあの先生なら、時間旅行の方法を知っているかもしれん。転送される瞬間、ドロイドに襲われる沖野を
俺は目撃した。一刻も早く助けに行かなければ。飯など食ってる場合じゃない。あの先生はいないようだ。君、すまない。尋ねたいことがあるんだ。は、はい。何でしょうか。森村という教員を探しているのだが、居場所がわかるだろうか。森村先生でしたら、今日はもう帰られたかと。そうか。この非常時に限っていないとは。仕方ない。他を当たるか。三浦という学帽の少年を見かけなかったか。学帽？あの中学生かな。知っているのか。すみません、そこまでは。うちの部員なら何か知ってるかも。その部員はどこに。この時間でしたら休憩所かと。分かった、ありがとう。予定があるのでもう行かないと。すまない、教えてくれて助かった。この辺りで目つきが鋭く素行の悪そうな男を見ていないか。え、あの、いえ、何でもありません。どうした？あの、これ。なんだ？あなたが好きです。何を？血迷うな、俺は。なんてね。前にここで尾形蓮次に告白したろ。あの時すごく怒ってたから告白してほしかったのかなって。バカ野郎、男に告白されて嬉しいもあるか。そうか。誰もいない。あれ？あなた、もしかして。こちらも探して正解だったか。誰だ？これは関ヶ原といた探査装置じゃないか。なぜこれを持っている。君は高利さん、私が連れて行こう。私がお城のところへ連れて行く。呪いのに襲われてお城は危険な状態だ。なんだと。貴様は一体なぜ沖野のことを。司令船からテレビ放送を通じ稲葉美雪が伝えていた夏のあれを。あ、
んだこれは。フェイサー中、ドロイドと戦う武器やシクローザ。未来の銃か。敷島の研究所から持ってきた中枢の解析情報で研究された武器だ。ヤツの君はどこで。え、危険だ。モタモタすると起きろ。急ごう。危ない。すぐに病院へ連れて行ってやる。石山、喋らなくていい。手紙を。おい、起きな。4への侵略が近づいている。そこで君と騎兵を共有しておきたい。セクター5の海中に隠してある。僕の乗っていた12番騎兵だ。僕に何かあれば君に必要なものだ。だから体を勝手にいじらせてもらった。騎兵の起動マーカーは左の前腕部にある。あの探査装置が言うように、貴様が本当にまだ生きているなら、戻ってくる場所がなくなっていては困るよな。戦いに命を懸ける理由ならそれで十分だ。さあ来い、12番騎兵。
それが処理の正体だ。本物に見せていた？偽物だというのか？俺の実家も工場も。5つのセクターは現実じゃない。僕たち15人以外の人間はユニバーサルコントロールが作った。あの世界は仮想空間、幻だよ。幻？僕たちが今いるコクピット、ここが現実だ。そもそも僕の設計にコクピットはなかった。全長35メートルの格闘兵器に乗り込むなんて自殺行為だ。殴りかかるだけで衝撃は列車事故並みだよ。だが完成した騎兵には乗れた。中枢の情報から未知のシステムを採用したため、これもそういった一部だと考えていた。でもコクピットじゃなかった。これは肉体を育成するためのポットだ。僕たちはこのポットで生まれ、一度も外に出たことはないんだ。その話が本当だとしてどうすれば出られる？出られるかどうかは分からない。一つだけ確実なことは、あの世界がダイモスの侵略で消滅すれば、僕たちはポットの中で死ぬ。貴様のようなふてぶてしい奴が死ぬはずがなかろう。世界がどうだろうが、俺の役目は同じ。祖国と愛する者のために出撃するだけだ。肘山君？貴様は死なせん。肘山君、たとえ世界が消えても僕は常に君といる。行こう。Thank you.